今日はこれからのチャイルドケモハウスさんについてお伺いしていきたいと思います。田村さんは、はい、小学校とかで、はい、学校とかでがんのお話とかをされているとお伺いしたのですが、はい、これまでに活動されてきて、はい、小児がんに対してどのような思いを持ちで、はい、どのようにこう世界の人々が小児がんに対して、はい、思っていく、はい、思っていってほしいなと、はい、お思いですか？はい、ありがとうございます。私が息子が小児がんだったので、2歳9ヶ月の時に発病しまして、4歳前で退院したんですけれども、やっぱりこう退院する時って元の息子に戻るわけではなくて、やっぱり治療の影響で髪が抜けていたりであるとか、あと治療の影響で髪だけじゃなくてまつげとか眉毛とかも抜けちゃうんですけども、やっぱり顔つきが変わっているんですよね。で、あと体力もすごく落ちてますから、1年間の治療とあとベッドの上だけの生活っていうのがあって、で結局その4歳もうほぼほぼ4歳なのにベビーカーで帰ったんですけども、その時にやっぱりいろんな人が、今でこそこうねマスクをしてても不思議じゃないですけど、当時こうマスクもして帽子もかぶって4歳ぐらいの子がベビーカーっていうと、もう本当に皆さんこう見られますね。で別にこうすごくこうなんだあの子みたいな感じで見てるわけではないとは思うんですけど、見られてるわけではないと思うんですけど、やっぱりなんとなくこうなんかこうやっぱりこの子だけ違うんだなであるとか、ちょっとな何かこう早くもう帰ろうかなっていう気になってしまうっていう、でそういう経験をしてた人はたくさんいて、やっぱりもっとなんかこう本当にもう学校に行って、ハゲって言われたとか、もう直接そういう言葉っていうのがあったりとかするんですね。で私がこう小学校とかでお話しさせていただくときに、まずその外見の話っていうのはするんですよね。でやっぱり子供って素直なので、見たまま声に出しますし、あとその言ったことっていうのは別にそのいじめようと思って言ったわけではなくて、好奇心というかね、違うことに対する好奇心ということもあるので、どうして髪が抜けたのか、その治療を頑張ったので髪が抜けたんだよと、なのでその外見の違う子はきっと何かを頑張っている子なんだよっていうような説明をするんですね。でそういう形でそのやっぱりこう見てしまったり言ってしまったりするかもしれないですけれども、こう知ることによってこうやっぱり温かい気持ちが生まれて、そうなんだ、あの子頑張った子なんだっていう形で接してもらえるとすごくいいんじゃないかなっていう思いを持っていて、でチャイルドケモハウスっていうのはここはやっぱり通過点であると思っているんです。もちろんここで温かい環境でいていただくっていうのが私たちの願いなんですけれども、でもここを出て地域に戻った時にやっぱりちょっと心ない言葉をかけられたりであるとか、いや私たち病気の子どもさんっているんだろうけど違う世界の話だわっていうような形で思われてしまうと、それはやっぱり病気の子どもたちがその地域で暮らしていく時にやっぱり生きづらい、成長していくのに何か自分もこうあっちの世界とこっちの世界があるような気持ちに子どもと家族もなってしまうと思うので、そうではなくてみんないろんな違いがあってもその地域で一緒に生活していく仲間なんですよっていうことをそのがん教育とかでお伝えはさせていただいています。治療が終わってで退院してそれで終わりではなく、これからも体調に気をつけていかないといけないし、周りの協力がまたさらに必要になってくるということなんですね。そうですね。山岡さんはこれまで活動と一緒にされていて、何かこうすごくこう心に残ったエピソードとかそういったものはございますか？
そうですね、まあ、お話があったみたいですね、私もこう15年ほど活動してますが、ご存じないっていうこと、もう皆さんほとんどの方がご存じないですね、どういう現状にあるのかっていうこと。なので、まずは知ってもらいたい、どんな現実があるかとか、例えば小児がんはうつると思ってる人もいたりとか、遺伝でそうなると思ってる人がいたりとか、そんなこと全然ないのにそんなふうに思っておられる、どういう現実があるかっていうのをできるだけたくさんの方に知ってもらいたいなと思って活動しています。で、小児がんを克服して、それからその後にもいろんなハードルがあったりします。もう若い子でもその恋愛のことでも関係ありますし、就職のことでもいろんなことが起こります。でもちろん結婚出産とかっていうことになってくるんですけども、それももし、活動を皆さん知っていただいて理解があればですね、また違った局面が生まれるはずなんですね。なので、もっともっと知ってもらいたいなと思って、いろんなところでお話をさせていただいてます。そうですね、これからチャイルドケアハウスさんもまだまだこれからだっていうふうに私もお伺いしたんですけれども、私から見るともう夢のような施設じゃないって思うんですが、これからどうなっていきたい、どういう施設にもっとこう成長していきたいっていう目標はございますか？そうですね、やはり私たちその大きな病院のようにすごくこう手術の設備があるとか、検査の医療用具が整っているとか医療器具が整っているとかというわけではないので、最低限ここで治療と治療の合間を過ごしていただいたりとか、ターミナル期ですねのお子さんがご家族とずっと一緒にいれるようにであるとか、そういうところを今担わせていただいています。ただもう少しやっぱり長い期間ここを使っていただいたりっていうことも増えてくればいいなっていうふうに思っています。それはその医療体制であるとか、設備面の問題というのも一つ大きくあるんですけれども、そのあたりで私たちもまだまだ十分ではないなっていうところがあります。でもちろんそのずっといろんな病院さん、大きな病院さんであるとか、地域の逆に地域に密着されている訪問看護さんであるとか、いろんなところとの連携っていうのは必ず必要になってくる施設ではあるんですね。私たち一つの施設だけで重い病気を持つお子さんとご家族のサポートっていうのは完結しないですので、やっぱりそのあたりはこの施設だけにいる時だけ満足していただくんではなくって、そうやって他の病院さんでいる時もつながっていて、で地域に戻った時もつながっていれるっていうような連携の形っていうのをもっともっとこう取っていけたらなというふうに思っています。なるほど。山岡さんはこれからチャイルドケアハウスのどのような思いを持ってでしょうか？そうですね、考えてる夢の計画はたくさんあるんですけども、大きく2つあって、1つは今お話しあったように、いろんなところとこう連携をしっかり作り上げて、で情報とかが共有できて、本当にもっともっと治るようになってほしいなと思っています。これはいろんなところともっと深くつながっていけば可能になっていくものだと思っていますので、よりいい連携をもっと情報の集約化だとかっていうことに貢献できるような施設になりたいなと思っています。でもう一つは、やっぱりこの今関西に一つというか神戸にあるんですけども、これが各地方ごとに一つずつぐらいができるようなことになればいいなと思っています。そのためには我々がこう成功事例としてこうやったらこうやってうまくできたんだとっていうのをお示しできてね、それやったらっていうことで
こうあの解説されていくような、うん、ことになればいいなと思っています。なるほど。チャイルドケムハウスさん、私が見ると本当にいい施設だなと思っているんですけれども、まだまだこれからさらに成長されていきたいということです。今日は、NPO 法人チャイルドケムハウスの副理事長田村明子さんと幹事の山岡大さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。たくさん深いお話をお伺いすることができました。私もチャイルドケムハウスさんを初めて知った時から今まで、こんなに深いお話を聞いたことは初めてだったので大変勉強になりました。皆さんにもチャイルドケムハウスさんの存在や小児がんの実態について知っていただければなと思っています。チャイルドケムハウスチャリティーコンサートは10月23日日曜日、大阪中津ハーモニーホールにて5時開演。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしてます。